ということで、富澤さんに来てもらいました。イエーイ、よろしくお願いします。はい、では早速富澤さんに、質問していきます。準備はよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、では早速、名前は富澤めぐみです。血液型は B 型です。今何歳？48歳です。兄弟は？3人兄弟の長女です。自分の長所は？行動力がある前向き短所は？気分の落差が激しい。好きな音楽は？ロックです。お、ロックはちなみに何を聞くんですか？昔はビジュアル系バンドが好きでよくライブ行ってました。今はあまり時間がないので音楽は聴いてないですけど、最近のだとキングヌーとか好きです。お、好きなスポーツは？ないです。あ、最近ちょっとサボって、前はジョギングやってました。お、すごい。ダンスをちょっとだけやってます。あ、ちなみに見るのだと何が好きですか？サッカーが好きです。お、寝る前に何をしますか？スマホでゲームしてますちなみに何のゲームですか？マジンアイランドです最近のマイブームは？マイブーム、スマホゲームです。今一番何が欲しい？スマートウォッチと日傘です。おお。やってみたかった職業は？今だと学校の保健の先生です。おお、似合いますね。ありがとうございます。看護師さんですもんね。そうです学生時代の思い出は？看護学校に入るまでは友達なんていらないっていつも怒ってるのって聞かれるようなタイプでしたが、看護学校に入ってからちょっと180度人格が変わった気がします。なんかきっかけがあったんですか？きっかけは、私短大に行って1年フリーターして看護学校に入ったので、現役の子たちと3歳差だったんですけど、その子たちがもう初対面で私を呼び捨てにした時にすごいその殻を破ってくれた感があって、そこからなんかすごく自然体で自分らしくいられて楽しくなりました、人生。はい、すごくいいきっかけだったんですね。そうですね、私のターニングポイント多分そこだと思います。学生時代の好きな教科と苦手な教科は？好きな教科はあまりなかったです。なんとなく何でもやって、嫌いな教科もなんとなく何でもやってました何でもやる。バンブーに来て何年目ですか？ちょうど1年経ったところです。入社したきっかけは？最初は寺子屋のなんかボランティアに参加させてもらってそこで竹島さんとお話しして、そこから入りました。コンパスメンバーを一言で例えると？大人なメンバー今後の目標は？あまり考えてないです。今目の前のことをやるので精一杯です。そうですよね最後に、じゃあ皆さんに向けて自己 PR をお願いします。ちょうど1年経ちました。なんか最初はすごくやる気があってきたんですけど、今ちょうどとろびみたいな感じですちょっと冷静になれていいのかなと思ってるんですけど、これからもよろしくお願いいたします。